つの堀の森田優香です。今回はトップのトライ、これをやっていきたいと思います。トップのトライですか。よくトップを捉えてとか、トップを強く捉えて、トップを早く捉えてって言われますけど、そういうことでしょうか。そうですね、トップを捉えてって言われても、じゃあどうやってトップを捉えるのかっていうところになってくると思います。トップですね。トップ、私なりのトップの捉える感覚をお伝えしていきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、硬いですね。捉えるのがいいのかっていうと、ターンを早く始められる、うん、対照的な言葉とテールで捉える、うん、それと比べるとってこと、うん、テールで捉えるってなると、テール使うにはターンの後半になってくるから、そうするとターンが始まるのが遅くなるよね。なのでトップで捉えるとターンが早くから始められて、ターンの子が綺麗に出てくるっていうのがあるので、トップで捉える必要があるかなと思います。あとトップで捉えられるようになるとスキーの操作がしやすいかなと思います。ちょっとじゃあそれを運動として表してくれる。トップで捉えられるとポジションが後ろになったりしなくていい位置に乗れるので、そこからあとは自分がスキーの操作がしやすい。逆に例えば捉えるのがテール側だとお尻が落ちてきちゃうので、どうしてもスキーの操作がしにくくなると思います。なのでトップで捉えることでスキーの操作がしやすくなるっていう利点もあると思います。じゃあ早速トップを捉える方法をお伝えしていきたいと思います。はい、まずトップを捉えるってなった時に、自分の体よりスキーが前にいたらトップって捉えられないじゃん。前っていうのは自分の体よりスキーが前、ちょっとポジションが後ろっていう感じかな、だとトップは扱えない。だから自分がスキーより前に行く気持ちで、ポジションを取らないとトップは捉えられません。なので体とスキーの位置関係はこういう感じ、ターンの前半の時にこれでトップを捉えていきます。うん、いいね、そのポジションじゃないと捉えられないってことか、うん、で捉える感覚としては、私は母子球をつけてちょっと足首を伸ばすような感じ、足裏で言うと母子球を捉えて、ここが足首だ、ちょっと足首が伸びるじゃん。こういう感じ、母子球を下に押して足首がちょっと伸びる。そうすると自然と外腰がこのトップ側にちょっと入っていくような感じになるので、このトップ側にちょっと圧がかかるような感じになる。そこからあとは捉えられたら外側に加重する、この動きを繰り返していく感じです。母子球、そしてちょっと足首を伸ばすっていうところだったけど、うん、これ足首を伸ばしきるの？あ、伸ばしきらない、緊張は保ちつつ、もちろん。この前もちょっとお伝えしたことあったかもしれないですけど、このブーツの角度以上に足首が浮いたり入れすぎたりはしない。その緊張は保ちつつ、母子球をしてちょっと足首を伸ばす、つま先立ちっぽい感じかな。おー、うんうん、になってつま先立ったら、ちょっとこの真ん中のいつも体重してるセンターのところに戻っていく感じ。なるほど。じゃあまああくまでも緊張感を持ってる中で、うん、こうちょっと伸ばすような感じ、足首。そうだね、うん、あともう一個聞きたいことは、うん、まあ、要は母子球を
視点にちょっと伸ばすような感覚ってことは、うん、足全体としても伸びていくような荷重方法になってる。あ、そうだね、ちょっと伸びていく。曲げてるとこうつま先立ちってあんまりできないかなと思うので、ちょっとじゃあ横で伸ばすような感じで一連の動作をもう一回お願いしていいですか。動きはこういう感じ。そっからもう一回、そっから伸ばしていく、ちょっと、うん、動いてくれ。トップ側を捉えながらそのまま真ん中に、また反対もトップ側を捉えて、そこから うん、なんかこういうのってそういう低速の中でも意識ってできますか？意識できます。お、じゃあ特にプルークだとやりやすいと思います、うん、やってみますか？はい、お願いします。はい、プルークの時もターン前半捉えるところから荷重、ちょっと大げさにやってみるといいかもしれないです。トップで捉える意識をやってきました。じゃあ早速普通に滑っていきましょうか。じゃあシャドウのある方に行きましょう。はい、こんな感じでトップのトライを意識しながら滑ってきました。プルークの低速の中で感覚をちょっと掴んで、高速になっても、その動きができるように意識してみるといいかなと思います。足首の意識はもちろん、腰が入ってないと、高速の中になってくるとできないので、トップを捉える意識と一緒に腰のこう入ってくる意識もしっかりしてみてください。少しでも参考になれば嬉しいです。この動画がいいなと思った方、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。